中日、楽天に僅差で完封勝利し4連勝。勝ったがねー。危なかったー。夢の4連勝を果たした。やっとか。今日も要調整か。ナイス守備。細野の一本だけだったか。DH 解除状態でようやっとるやろ。細川マジでやばい。あそこ1週間に2回とかぶち込む場所じゃねえだろ。シーズンでこういうゲーム取れたら大きい。間一発で勝利やな。打てないけど打たれないな。勝てばええねや。投手陣は盤石。野手陣は細川以外も頑張れ。まあライマルはどんどん調子上げてくるでしょ。3位来た。これで貯金3。もしロッテに3連敗してもオープン戦負け越しなしか。今年は面白いだけじゃない強いドラゴンズが見れそうや。